皆さん新年明けましておめでとうございます。まさにですがミスターお正月です。本日もですね、傘回しの動画をお送りしていきたいと思います。A show that is Japanese traditional New Year anniversary. We make new style a show and we introduce a show that for all of the world. I am Mr. Show. 私今、風邪をひいてるんですけれどもね、すっぽんぽんで動画を撮らせていただいております。なぜ風邪をひいてるのに動画を撮っちゃうのか、それはですね、バカな方が面白いからということで、風邪をひいてるのにもかかわらず、一生懸命動画を撮らせていただいてるんですけれどもですね今回はですね、傘回し動画第2弾ということでね、前回もお話しした通り、私エビイチ染之助染太郎さんのね芸をね、マスターしてね、真のミスターお正月となっていこうと思いましてですね、傘回しの練習を、9月から始めさせていただきました。初めて傘回しをしてから、2ヶ月目になるんですけれども、まあそれなりにね、上達してきましてですね、まあ、このように上達してきてるんですけどもですね、上達の中で学んだり編み出したりしてきた傘回しのコツなどを、皆様にお伝えできればいいかなと考えております。で、前回もお話ししました通りですね、傘回しする時にはですね、大事なことがいくつかあります。まず一つはですね、サングラスをかけることですね。もうこのようにですね、目と同じぐらいの高さで傘を回す時には、たまにね、かなり目に傘の縁が近づいてきたりすることがありますので、目を傷つけないためにサングラスですとか、目をカバーするものを皆さんお付けになってください。そして、続いてのポイントなんですけれども、第2のポイント、これも大事ですね。服を着ましょうね。このようにですね、上半身すっぽんぽんで傘を回したりしておりますと、風邪をひいてしまうことがあるんですねもうこのようにね、皆さんが練習されるときはぜひ服を着るようにしてください。私も今もう寒くてしょうがないのでね、服を着させていただきます。はい、ということで服を着させていただきました。服は着た方がいいですね。私ここにあるようにさまざまなものをですね、今回して練習しているんですけれども、こちらですね、こちらはハロウィン用の、飾り用のかぼちゃです。食べ物で遊ぶのは良くないのでね、食べる用のかぼちゃで遊ばないんでほしいんですけれども、このような丸っこいものなら何でも回せるかなと思ったんですけれども、こちらよく見てください。これ突起がついてるんですね。突起で、こういうのを回してしまうとですね、傘に穴が開いてしまうんですよ。これですね、こちら、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、こちらですね、穴が開いてしまったんですよね。で、このようにですね、回すものはですね、突起がついてないものの方がいいですね。突起とか針とかトゲとかですね、そういうのがなるべくないものを回すようにしてください。それでは、ここから先は傘回しをしながら、皆さんコツをお教えしていきたいと思います。ね、こんな感じでだいぶ上達いたしましてですね、片手ではくるくる回せるようになっているんですけれども、この時にポイントがありましてですね、ポイントとしては練習の時は足を動かさないようにしましょう。こうやってバランスが取りづらくなった時に足でついつい歩いて追いかけたくなったりしちゃうんですけども、足を使わずにですね、もう腕だけでバランスが取れるように練習してみてください。で、腕もですね、両手で回す時はこちらですね、傘を支えてる側の手は固定します。そして回す側の手でバランスを取るようにしてください。こういうことですね。右手は固定する。で、左手でバランスを取りながら傘を回す。このようにすると、だいぶ上達が早くなるんではないかと思います。今私はですね、このように
両腕で肩、回せるようになってきましたね。両方の腕で回せるようになってきました。で、ゆくゆくはですね、両方の手に傘を持ってダブルハンドシェイクをしていきたいと、このように考えております。はい。でですね、練習するときはですね、10秒ルールですね。10秒間物を落とさずに、そして回転を止めずに回せるかどうかを挑戦してみるといいと思います。まあ、今からちょっとやってみますけれども、10秒間紙風船を落とさずに回せるか挑戦してみたいと思います。いきます。こんな感じですね。このような感じでですね、さまざまなもの、紙風船だけじゃなくてですね、さまざまな丸いものを回してみるようにしてください。こちらも10秒回せるか今チャレンジしてみたいと思います。いきます。1、2、3、4、5。もう一回やってみたいと思います。よーいスタート。はい、このようにクリアしましたですね。このようにいろいろな丸いものを回して練習をしていってみるといいんじゃないかと思います。ということで、まさに夏だね、ミスターお正月の2018年お正月化プロジェクト、また次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。